はい、どうも、テラコヤサディ、テラコスタでございます。今回はですね、イオシン王の変、についてお話ししようかなと思っております。時代の範囲を捉えようということで、805年から806年の物語だと思っていただければなと思います。はい。天皇と元号を覚えようということで、平城京の平城と書いて、平城天皇と読みますね。平城天皇の時代。で、元号は大同と言います。はい。平城天皇で大同の時代に、起きた、政変と言いますか、事件でございますというところですね。覚えていただければなと思います。で、イオシン王っていうのはどういう人なのかって話なんですけども、桓武天皇の第三皇子です。桓武天皇にものすごい可愛がられていた人ですよっていうところで、母親は藤原の嘉子ということになりますね。はい。で、外叔父ですね、は大納言、藤原南家のですね、藤原お供という方ですね。藤原のお供と、お酢の友と書いてお供と呼びます。が、おじさんでしたよというところですね。まあ、このイオシン王が何かしたかっていう話ではないんですけども、まあ、この大納言、藤原のお供のですね、行動に巻き込まれたのが、まあ、イオシン王でしたよというところのイメージ持っていただければなと思います。で、まあ、ちょっとですね、雑学的なお話なんですけども、おじって2種類あるじゃないですか。ね、この伯爵の伯に父っていうのと、淑女の淑に父という書くのがあると思うんですけども、伯爵の伯に父の方は、母や父親の、兄貴の方を書く場合は、伯爵の伯に父で、おじと呼びます。その自分の母親、自分の父親の弟の場合には、淑女の淑に父と書いて、おじと呼びますよというところはですね、イメージしていただくと、それは、まあ、父方なのか母方なのかがわからないですけども、まあ、その、ね、両親の兄貴なのか、弟なのか、ね、姉なのか、妹なのかということも分かりやすくなってきますので、このおじのね、概念、覚えておくとよろしいのかなと思います。で、まあ、一応ですね、藤原のお供ですね、はですね、大納言の藤原のお供というところだけ覚えていただければなと思います。はい。で、藤原の宗成というものがいてですね、これは藤原の長手の曾孫です。いわゆる桓武天皇をですね、天皇に、するためにですね、サポートした一人ですね。藤原の桃川とかね、含めた藤原の3人のうちの一人ですね。藤原の長手の曾孫です。まあ、ひ孫ですね。ただこの人ですね、藤原の宗成、ね、父親とかおじいちゃんはですね、すごいね、有名な人なんですけども、まあ、その藤原の宗成自体はですね、才覚がなく、不正な意図を持って、媚びへつらう性格だったと。いわゆるスネ夫的な性格だったと。ようなイメージ持ってください。はい。まあ、ね、権力の人にですね、ですよね、あの人をどうにかしないといけないですよね、みたいな形でですね、ちょっとね、よからんことを考えながら、自分の地位を上げていくっていうような、性格の人が、この藤原の宗成という方ですね。はい。で、まあ、この人の、まあ、行動から見て、まあ、藤原のお人はですね、藤原の宗成が謀反を進めているんじゃないかと、まあ、そういう情報を掴んだわけですね。なので、まあ、そういった、何かを企んでいる、かもしれないということをですね、藤原のお人は、藤原のお供はですね、右大臣の藤原の内麻呂、にですね、報告します。藤原の宗成、気をつけた方がいいかもしれないです、みたいな、よからぬことを考えているかもしれません、みたいな形でですね、平城天皇に、歯向かうような謀反を起こそうとしているというふうに報告します。
その余親王もですね、平勢天皇にですね、報告しますよと、まあ、桓武天皇に可愛がられていた余親王が平勢天皇に、宗成やばいかもしれないですよというね、報告しました。まあ、そしたら動かざるを得ないので、藤原宗成を左近へ、幽閉しますよと、ね、お前謀反、藤原宗成、謀反を考えてんだろうというふうにですね、拷問を加えるわけですね。そうですね、藤原宗成は自白しますよと、実は僕じゃないんですよと、ね、世の親王がですね謀反を進めているんですっていうふうにですね言うもんですからね、左近衛中将のですね安倍の絵を兄のをですね、オスと変えて絵をと言いますよと、あと左近衛の徳ですね、が小瀬のノタリという人ですね。安倍の絵をと小瀬のノタリがですね伊勢親王、そして、伊勢親王の母藤原の義子をですね、河原寺ね、に幽閉しますよと、ね、ことは言って藤原の宗成がですね、幽閉されたんですけども、実は伊予親王がねそういうことを企んでたんですよと、私は、何もしてませんよっていうふうにですね、自白なのか虚偽なのか分かりませんけども、藤原の宗成が自白して、伊予親王、ね、藤原の義子を幽閉しますよ、河原の寺と書いて河原寺と言いますけど、河原寺に、幽閉されますよと。で、最終的に、やっぱね、無実の罪だったかもしれません。まあ、この事件の後ですね、無実が認められたなんていう話もありますけども、まあ、その認められる前にですね、余親王とですね、その母親、藤原の義子は毒を飲んで、服毒自殺を図り死んでしまいますというところでございます。はい。まあ、実際この事件によって、どういう流れになったのかということなんですけども、まあ、藤原の南家が衰退しましたよということになります。余親王の変ですね、まあ、密告したら自白で、余親王、ねが死んだという話ではなくて、まあ、これによってですね、まあ、藤原の南家、大納言の藤原のお供が地位を失い、そして、中納言のですね藤原の高俊ね、すごい難しい字ですけどね、乙と書いて比叡山の栄と書いて高俊、藤原の高俊、が地位を失い、南家のがですね、そういう、まあ、大臣に次ぐ地位を占めてたんですけども、そういう地位がなくなって藤原の南家が衰退してきますよと。まあ、この時代ですね、一応イメージしてほしいのが、力を持っていたのが、北家、北の家と南家の逆の北家ですね、あとですね、四季、紫式部の四季と書いて家と書いて四季家、この北家と四季家がですね、実質的なこの平安時代の権力を持って、初期平安時代の初期に、まあ、権力を持ってましたよっていうところを、頭に入れておいていただければなと思います。あとは名前ですね。藤原っていっぱい出てきますので、伊予親王の母親は藤原の義子ですね。で、その母親といいますか、伊予親王の叔父が、藤原のお供ですね。で中納言の藤原の高俊ですね。で、実際にその藤原のお供、そして余親王がですね、謀反を考えてるんだよっていうふうに訴えたのが藤原の宗成というところですね。藤原でね、この平安時代めちゃくちゃ藤原出てきますので、その混同しないように、気をつけていただければなと思っております。はい。まあ、結論、この伊予親王の変で、何が変わったのかというと、藤原家の南家の衰退というところのイメージ持っていただければなと思います。はい。ということで次回はですね、クスコの変をやっていこうと思います。今、クスコの変って言わないみたいですね。平例大乗天皇の変なんて言い方をしますと。まあ、クスコの変でですね、覚えた方は一応次、
他のね、名前、平城太上天皇の変というふうにですね、覚えていただければなと思います。ということで、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。